にちは。こんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、まあ、新庄監督は1年目から非常に選手のモチベーションを上げる言葉であったりとか、そうだな、はい、チームの士気を上げるような言葉とか振る舞いとパフォーマンスが多かったと思うんですけれども、はい、まあ、今年3年目チーム状態も、ね、非常にいいという中で、うん、その好調の裏にはその新庄監督なりの査定改革がやっぱり効いてるんじゃないかと、はい、やっぱね、うん、査定もやっぱ変わってこないとな、うん、まあ、昔ながらの、ね、はい、そこら辺もやっぱり感覚的にはもうどんどん変えていってほしいけどな。そうですよね。豊さんの時っていうのは例えばもう査定だと岡田監督のそのフォアボールで出塁するっていうのが有名でしたけれども、はい、豊さんの時もフォアボールは出塁が1個いくらとかっていうのが、ああ、そう、まあ、ポイント制になっててね、で総合ポイントでプラスとマイナスでいくらポイントがあって、はい、うん、そのポイントに対しての金額が、ね、うん、決まってないんだよ。あ、決まってない。例えば1ポイントいくらとか決まってない、はい、だから、まあ、例えば1000ポイントで1ポイントが1万だと、はい、そしたらいくらになる1000ポイントだと、1000ポイントですごいことになる。すごいことになりますよ。いや、まあ、そうだな、はい、だからそういうポイントじゃないんで、もうざっくり、ああ、プラスポイントが多いからいくらとか、ざっくりだったんですね。ざっくりなんだよね。盗塁も1盗塁成功でいくらっていうのあったんですか。いや、ただ盗塁してこれが返ってくるとポイントが上がるわけよ、その盗塁の。なるほど。でもそれが残塁に終わるとポイントっていうのは少ないんだよね、うん、だからまあ他力本願的なところはあるけどもさ、はい、自分でそういうポイントを高められるといいよな。そうですよね、うん、で、あの新庄監督ももちろんフォアボールの出塁したらポイント、はい、査定にアップとか、ね、はい、で逆に通してあればフォアボールが減ったとか、あと中継ぎ買いまたぎなども査定のプラスアルファにしたりとか、うん、でまたちょっと野手に戻っちゃうんですけれども、進塁打なども安打と同様な評価を得られるようにっていうふうに改善をしていったというところで、まあ、その一つのそのプレーに対しての価値を上げるというかね、うん、はい、まあ、そういうことなんだろうね。うん、あと特に日本ハム中継ぎ投手が防御率ね0点台、左0点台だったりとか、例えばちょっとすごい使われる頻度が高くなってるなというふうな感じでも、この査定のおかげで投手たちというのは非常に高いモチベーションを維持できているということで、例えば新庄監督がコメントしてるんですけれども、川野君にしてみればやったーとなる、査定が上がるからね、選手をやる気にさせるっていうことは大事ですと、査定の担当にも回をまたいなら査定上げてほしいというふうに言っている、だから川野君2回行くよって言ったら、え、3回じゃないんですかみたいないやだけどさそれはあの査定でも俺やってそうな気はするけど、うん、でもポイントとしてはもっと上げてくれっていうことなんだろうね。あ、まあ、まあ3回もできますよっていうところですよね。もうみんな2回ずつ投げたいと思いますよ、そこの評価は上げたいからねということで、である選手に聞いてもやっぱり査定に関しては納得済みで、ベンチのサイン通りに動けば年俸に反映されますし、いろんな部分が評価されるようになりましたということで、うん、選手にとっては嬉しい限り、中継ぎ投手などは他球団以上に細かい査定ポイントもあるようなので、みんな投げたがるでしょうねというところで、まあ、そうだな、やっぱ他球団よりも非常に中継ぎに対しての細かい査定が日本ハムはあるというところなんですね、うん、昔って中継ぎってなかなか評価されるポジションなのに評価されなかったっていう、まあ、ただね、うん、例えばブルペンに入って、うん、ブルペンで1回本当に真剣に作ったっていう時は、うん、プラスポイントをもらったり投げなくても、はい、まあ、そういう時もあったよね。今まあどうなってるかわからないけども、はい、まあ、そういう査定もあるんだよ、うん、でね、俺は例えば 1,2 番、はい、ね、これで出塁率を 1,2 番で計算して3割7分以上だったら2人に1億やると、うん、それを2人で分ければいいんですね。分ければいい。おお、共同作業だ。ちょっと待てよ、俺4割2分出てお前3割5分しか出てないんだったら俺の方が6000万7000万取るよっていうことでも2人で決めてもいいと思う。で、あ、俺はねクリーンナップで打点300、はい、はあ、おお、はい、ね、上げたらみんなに5000万ずつやるとか、うん、なるほど。だからね、そういうセットにして、うん、セット割り、セット割りじゃないですね割引にしてないですね、セット販売、セット販売みたいな、なんかね、セット査定が俺あっても面白いなと思うんだよ。はは、例えば内野手で、はい、内野手全体で、ね、昨年エラーが40個あったと、は
これを30個に減らせと、うん、そしたらボーナスとしていくらあげる。みんな必死に取りに行きますよね、うん、必死に練習もするだろうしな、はい、だからみんなでゲッツーをいくつ取りました、うんうん、じゃあいくらです、はい、いうような、なんかチームとして盛り上がるような、なんかそういう査定があっても面白いかなっていうふうには思うんだけどね。そうですよね。例えば今年日本ハムがフォアボールが少ないと、うんうん、で年間でどのぐらい出すかわからないけども、全体でフォアボールが何パーセント減ったらピッチャーに対してこれだけ出します、うん、はい、これでピッチャー陣でハワイ旅行でも行ってきてくださいってみんなでね、だからそういうのがあっても俺はいいと思う。そしたらみんなが応援しだすよ。そうですよね。出せないよ出せないよって、うん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 、とか、はい、あ、そういう査定があってもいいのになっていう、そういうインセンティブだな。そうですね、プラスアルファの部分でってことですね。今もしかして12チームの中でその共同のねチームで査定みたいなのってあるんですかね。多分ないと思う。ない、うん、あってもでもいいですよね。あった方がチームワークが取れたりとかして、うん、それとかこう励まし合えるというか、はい、先発ローテーション6人、はい、ね、最初開幕の時決めました、うん、この6人で60勝しましょう、うんうんうん、ね、そしたら優勝するから。そうですよね、60勝しましょう。2桁いってるもんな。え、負けたのお前みたいな、うん、よし明日俺頑張ってくるわみたいなでお前9勝、うん、じゃあ俺が11勝するよ、うんうん、カバーし合う、そうそう、カバーし合うことが俺は大事なのかなとかは思うけどね、うん、やっぱりどうしても査定となると個人そうだ、ね、っていうところがあのフューチャーされてしまうので、個人プラスアルファの部分でチームでの何かそういう、まあだからその査定はね、はい、まあ、昔からその変わらずやってくれてて、うん、だから新庄監督があの査定の一つのポイントを高めてるというか、うん、モチベーションを作るためにね、ただそれ以上にインセンティブ、はい、これがあると楽しいだろうなと思う。そう、プラスアルファのねボーナスポイントみたいなのは嬉しいですよね。そう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 、いやだから、まあ、査定の一つとして、うん、そういうことを組み込めば、うん、面白いんだろうなと思うよね。あとどうなんですか、例えば中継ぎとかでピンチで出ていった時に抑えたらポイントアップとか、例えばワンアウトなんかこう2、3塁にいや、もうそれもね、そのどんな場面でも抑えたら同じポイントっていうことはないよね、うんうんうん、これはまあ窮地だなと思った時に抑えたらポイントはプラスになってる、はい、あ、それはもうあるんですね、うん、きっと。だからまあ例えば俺とお前 1,2 番打ってて、うん、ね、2人とも契約更改が終わったと、うん、よしじゃあインセンティブの交渉行こうぞみたいな2人でじゃあ2人で来年60個走りますと、はいはい、60個を2人で走ったらくださいと、うん、山分けします、山分けします、うんうん、いうようなことがあっても楽しいかなっていうふうには思うんだけど。そうですね。でお前何2番打ててないじゃないかってやばいぞって、いやお前調子上げて上がってこいよお前みたいな。そうですよね、うん、だから結局その消化ゲームじゃなくて最後の最後まで目標達成のためにそうそう、もう試合が消化ゲームがないと、もう必死に戦うという、ね、査定のためにそうそう、いやそれはお金のためにさ言えば働いてるわけだからさ、まあ、それはそうですね、価値を高めるためにね、うん、だからまあそういう査定があっても面白いのかなっていうふうに思うけどね。そうですよね、実際にねこういう査定細かいところで取り入れて日本ハムっていうのは選手たちのモチベーションがね、まあ、上がってるわけですし、いや上がってたらいいよな、はい、これだからその何も野球だけのことじゃなくて一般の社会、そのビジネスマンの中でもやっぱりボーナスポイントとか査定とかってあるとやっぱりいいですよね。まあそうだね、モチベーションつながります。だからまあ一番いいのは一般社会でもグループにしちゃうという、ね、うん、チームでの、うん、バランスよくグループを作っといて、うん、ね、プレゼンさせるっていうさ、はい、そういうことも一つのモチベーションだろうし、うんうん、それと意識が横一線で同じ方向を向くというね、確かにそうですね、まあ、そういうことも含めて、うん、まあ、野球界でもね、まあ、そういうことがあればいいなっていうふうには思うけどね。そうですよね、うん、でも現に査定をしてモチベーションを上げたことで今年の日本ハムというのはやっぱり非常にいい位置にいますし、まあこれだけじゃないけどね、まあ、もちろんもちろん、やっぱこうみんながレベルがアップをして、ね、はい、みんなと競争ができるようになったからさ、うん、そこにプラス査定がね加わるとやる気になるというね、もっとね、だから買いまたぎも、え、もう2イニング行くのっていうのと、もう全然行きますよっていうのとでは、ああ、全然違いますもんね、まあ、そうだな、あのモチベーションが、1回の登板が100万だとするじゃん、
行きます行きますですよ、ね、いやそしたら買いまたぎしてくれ、そしたら300出すって言ったら行くよな、率先して行きますよ、いや我私私私ってなります、そうだな、うん、いやだからもう買いまたぎは難しいですよっていうのは、うん、一旦気持ちが切れるからね、はい、いや買いまたぎするんだみたいな、そうなんだよみたいな、なんで行くよりは、うん、300万が300万なんだみたいな、いや行くよな上がると思いますよ、だからまあそういう意味では失敗も少なくなるのかな、そういう面ではね、買いまたぎっていうのは難しいって言われてるけども、うん、はい、失敗は減る可能性は強いよね、そうですよね、うん、まあね、きっかけは岡田監督の去年のやっぱりそのフォアボールっていうことの査定が非常にクローズアップされて、そこからねこうやって新庄監督とか他のチームもいろいろ細かくやってるみたいなので、まあ、そういったとこがね選手のモチベーションとかパフォーマンスにどう波及していくのか、まあ何でもそうだけどさ、アイデアでやる気が変わったりだとか、うん、まあいろいろするからね、まあ、新庄監督っていうのはもうアイデアの候補だからさですね、あだからまあどんどん出してほしいよな、そういうことはな、そうですね、はい。